宇宙の片隅に人類という名の生物が繁栄する小さな惑星があった。人類を探す大王と救世主の前に、海から謎の超巨大生物が現れる。接触を試みるも反応はなく、その圧倒的な大きさと数に対してただ逃げ去るのであった。貴様ここで何をしている？こいつって人類？いや、こいつも違う。私はヤタラドスダーン帝国の調査員だ。何？ヤタラドスダーン帝国の調査員だ。え、なんて？ヤタラドスダーン帝国！何者かは知らんが、この星を貴様のような得体の知れないものに侵略させるわけにはいかんな。別に人類いないから別にいいんじゃないの？まだいないと決まったわけじゃないだろ。でもなんか全然見つからないし、こいつが人類ってことでいいんじゃない？よくない。私は無視するんじゃない！あ、まだいか。探索マシーン、そんな壊れたものでどうやって探索するというのだ？いや、お前が壊したんだ。そうか。とにかく貴様らにこの償いをしてもらうぞ。どうしろというのだ？我がヤタラドスダーン帝国に立ち塞がる者は排除あるのみ。ヤタラ何？ヤタラドスダーン帝国で、とにかく貴様らにヤタラドスダーンの恐ろしさを見せてや。貴様一人で何ができるというのだ？余裕で構えていられるのも今のうちで。え、どういうこと？思い知るがいい。行くぞ、ヤタラドスダーン。なかなかに高度な転送システムだ。じゃあ行こうか。行くのか？別に相手に知る必要ないだろ。まあそうだな。貴様ら私を無視していくんじゃない！どうだ、驚いたか。これがヤタラドスダーン帝国の誇るヤタラドスダーンヤタラードで、さあどちらから始末してやろうか。多少巨大になったからと調子に乗りおって、私が相手になってやる。いや、ちょっと待って、なんかお前ばっか活躍してる気がするから、俺にやらせろ。いや、活躍というか、そういうわけで俺が相手だ。このやたらなんとかにかかってこい、この野郎。おい、大丈夫か？大丈夫じゃなさそうだな。大丈夫じゃないな。よし、さっさと来い。自分の星へ帰るがいい。逃げよう、待たせろ。動けないだろ、これ。ゴーチ！復活しました。復活しました。いや、なんか言う。まだやるか？ちょっと俺、さっきなんか調子悪かったから、もう一回やらせろ。さあ、この状況でどうする？やたらどうぞ。やたらドスターンつってんだろ！くそー！はい、じゃあ自爆します！
次回、暴かれた惑星の真実。君は奴と遭遇する。